俺の血じゃないよな。おお、シュタルク様、この力魔力が。どこだ。この町から逃げましたよ。あなたたちが牢番の衛兵を殺したせいです。奴は魔族に強い恨みを持っている。魔族を殺すための。動かないでください。私を殺し損ねたというのは嘘ですよね。あなたは私にあの不意打ちの石返しがしたかったんです。フリーレン様以外を脅威とすら感じていない。この至近距離ならあなたの心臓を撃ち抜けます。私は魔法に人生の大半を捧げてきた。私もです。やってみろ。その前にお前の首が飛ぶ。なんだこの反応速度は。反射的に防御していなければ心臓を撃ち抜かれていた。防御しましたね。心臓が弱点ですか。人生を捧げたというのは嘘ではなさそうだ。では全力で叩き潰してやろう。バルテリア。私はフリーレン様ほど魔法を完璧に扱えません。私はよく魔物との戦闘をフェルンに任せているでしょう。はい、今回も押し付けられました。ごめんて。私よりも魔法を打つのが早いからフェルンが戦った方が早く終わるんだよ。マリックの技術のコントロールは私の方がはるかに。トマスと私の間には比べるまでもないほどの差がある。たぶん早い。せめて少しでも隙を作れれば。リーニー、何をやっている。リーニー、しまっ。ゾルトラーク。魔族を殺す魔法。出血が止まらん。ここまでか。これであなたたちの計画は失敗です。だがフリーレンは無事では済むまい。奴は今頃アウラ様と戦っているはずだ。前回は勇者一行のせいで撤退を余儀なくされたが、今はもう彼女を守る勇者たちは存在しない。確かにフリーレンは我らの脅威だ。だが魔力はアウラ様に遠く及ばず。正面から戦えばフリーレンは必ず負ける。ならフリーレン様が勝ちますね。あの人は魔族と正面から戦うような真似は絶対にしません。必ずアウラを欺いて殺します。なんだこの違和感。小娘の脆弱な魔力、私は確かにこいつの迅速な魔法の物量に押し切られた。だがなぜ魔力切れを起こさずそんな芸当ができた。そうか、お前たちは魔法使いの風上にも置けない。卑怯者め。それはフリーレン様が一番よくわかっていることです。